重装戦記日本版のファイナルギアがリリースされたわけだけど、ちょこちょこ心配の声を聞くんだよね。実は私も思っていたし、実際にコメントでももらっていたし、心配な話、一体どうしたっていうの。今まで大陸版をプレイしていた人たちの違和感だと思うんだけど、日本版専用機パーツガチャが廃止されてるんだよね。っていうことは専用機のパーツの収集どうすればいいのよ。専用機パーツガチャができない以上、日本版ではパーツ回収で回収するしかないね。しかもそのパーツ交換するための専用アイテムがピックアップガチャのステップアップ報酬でしか入手できない。この仕様が課金しないと専用機パーツをコンプリートできないと大陸版経験者の間でざわついております。そう言われれば無課金勢には辛い仕様変更ね。ただこの変更、実際マイナスかどうか真剣に検証したわけじゃないので、自分なりに大陸版の仕様と比較しながらこの改変が闇なのか救いなのか検証したいと思います。まだリリースした直後だから今後どうなるか不透明だけど、こういうのは早いうちにはっきりさせた方が良さそうね。専用機パーツガチャとは、このようにピックアップとなっているパイロットの専用機がピックアップされて廃止される特別なパーツガチャだよ。なるほど、確かにここの画面日本版にはないわね。このガチャに挑戦するには金ピカパーツが必要なんだよね。金ピカパーツ1個で1つのパーツ開発に挑戦できるよ。この金ピカパーツはどこで集めるのかしら。基本はデイリー任務での回収だね。毎日5個は回収できるか、1ヶ月で150個ほどは集めることができるよ。ガチャ150回分か。デイリー任務だけで150回分貯まるのはすごいな。でもパーツガチャだからね、1機体につき4種類のパーツを集めなきゃならないんだよ。中には変な偏りが出てブースターめっちゃ被るのに武器パーツだけ出ないとか多々あります。フルセットで1機体分揃えるのはなかなか根気がいるよ。しかもピックアップは2種類あるからね。2機体分計8種類のパーツを集めるのはキャラガチャと違ってしんどいよ。そうか、ビッグアップ以外の専用機のパーツも普通に出てきそうだし、そう考えると専用機パーツガチャで専用機を簡単に揃えられるわけじゃないのね。どうしても収集できない場合は日本版と同じく専用アイテムでの交換って方法もあるよ。アイテム必要数は違うけど、ここは日本版と共通です。一方、専用機パーツガチャがない日本版では専用アイテムでのパーツ交換しかやりようがないんだよね。九条あやはイベントで回収可能だけど、それは大陸版も同じだし、ガチャで苦労すると言ってもやはり専用機パーツガチャがないと専用機のパーツは集めにくいじゃないの。どうして日本版だけこんな仕様なんだという感想が今ざわついている理由だと思うんだよね。でもちょっと待った、ここから詳しく検証していくよ。この仕様変更が解約かどうかは検証が終わってから結論付けるとしよう。金ピカパーツを集めたとしても、さっき言った通りガチャだけでパーツをコンプリートするのは厳しいよ。よってパーツ交換も活用することになるんだけど、大陸版では交換に必要なアイテムは150と日本版の3倍になっています。ってことはパーツ交換に関しては日本版の方が優遇されているってことか。しかも大陸版で専用の交換アイテムが手に入るのは専用機パーツガチャを回した時だけ。専用機パーツガチャを1回回すとパーツ交換の専用アイテムが1個もらえるんだけど、専用機のパーツ1個分150個の交換アイテムを揃えるには150回分のガチャをする必要があるね。150回分ってデイリー任務の1ヶ月分か。1回分の8個のパーツを集めたければ150回のガチャで7種類まで収集できたら、あとの1つは専用アイテムで交換できるわけか。150回レース R のパーツを7種類ってなかなか渋いわね。私は台湾版ではとてもじゃないけど毎回のピックアップで専用機パーツのコンプは無理だったな。その代わり毎回はやらないけど、いざという時のために金ピカパーツは温存していたね。おかげでコラボ限定のエヴァ専用機パーツはコンプできたけど、それは日頃貯めていたおかげ。専用機パーツガチャがあっても結局は活用できずにいました。じゃあ日本版は、日本版は専用機パーツガチャがない代わり専用アイテムでのパーツ交換のハードルが低くなっているよ。専用アイテムはパイロットのピックアップガチャのステップアップでドカッともらえる仕様。効果に必要な専用アイテムを50個と大陸版よりは低いよね。でも専用アイテムを回収するのにガチャが必須ってことでしょ。無課金で早々ガチャなんてできないから、これ課金しろって言われてるようなもんじゃない。イブインさん、ガチャイコール課金って認識のようだけど、アイテムがあれば無課金でもできるからね。いやいや、2機体分の8個のパーツを交換するには専用アイテムが
低温100個必要なんでしょ。さすがに無課金では厳しいと思うけど、例えばこの前挑戦した九条彩のピックアップを例に出すけど、このガチャのステップアップ報酬はご覧の通り、累計90連ガチャで専用アイテムモノノフの構成体が50個入手できるんだよ。10回目以降の10連ガチャはモノノフの構成体が20個もらえるからね。合計17回の10連ガチャをすれば専用機パーツが一式手に入ります。ニアの方は最初の報酬内容は違うけど、同様に考えて16回で入手可能。1体分コンプリートしようと思ったら32連分の10連ガチャが必要だね。そう言われるとハードル高く感じるんだけど、でもパーツ効果に関して言えば、大陸版だったら8種類の専用アイテムの回収に120回分の10連ガチャが必要になるからね。まあ1回も専用機パーツが落ちない想定としてだけど、結局どっちがいいのかよくわからないわね。無課金でコンプリートしやすいのは大陸版仕様だけど、無課金でコンプできなかったら高くつく。一方の日本版はコンプには課金の必要が出てくる可能性高いけど、安くつくってことか。試しに今大陸版でピックアップ中の専用機パーツガチャに挑戦してみたんだけどね。お、どうだった？リキタイム8種のパーツ70回でコンプリートできたね。こういう時に限ってスムーズに回収できるわね、あんた。ただもし外していたら専用アイテムでの交換はやはりハードル高いよね。個人的に1種類150個分の交換がやっとだったと思います。今回はコンプリートできたけど、外しまくった時の専用アイテムの回収は明らかに日本版の方が楽だからね。クリスタルさえあればピックアップガチャにも染めるし、そこで専用アイテム回収できるのがメリットね。個人的に検証した結果、大陸版は無課金でコンプリートできるけど外した時のリスクが大きい。日本版は任務回収のクリスタルを貯めながらピックアップガチャに挑むことで、ステップアップ報酬で専用アイテムを貯める必要がある。その流れで課金の必要性が出てくる可能性は高い。だけど大陸版に比べて少額でコンプリートできる可能性が高いってところかな。こういう期待値の問題、誰か頭のいい人を代わりに計算してくれないかな。結局最後に人任せすな。課金の必要性が出てくる日本版だけど、正直序盤すぎて今後どうなるかわからないよね。でも緊急任務クリア報酬に注目するとちょっと期待できることがあります。緊急任務クリアの報酬って溶接の方のパーツ交換アイテムね。専用機とは関係ないんですけど。一方大陸版の緊急任務の報酬は専用機ガチャに必要な金ピカパーツなんだよね。これを見ると本来緊急任務でもらえる報酬は専用機パーツの回収に使えるものってことは、ゆくゆく日本版では専用機パーツが常設交換のラインナップに出てくるのでは。そうならなくてもゆくゆくは普通のパーツ開発で落ちるようになる可能性もあるし、九条彩のイベントみたいにイベントでもらえる可能性もある。専用機パーツにおいて現状の日本版の仕様は確かに無課金勢には不利だとは思うけど、そういう将来的な望みはあるんじゃないかな。そもそもこのゲーム、いろいろなパーツのカスタマイズが売りだし、専用機が作れないなら自分だけのカスタム機を作るのもいいんじゃないと思いました。なるほど。とりあえず大陸版と日本版の専用機パーツの入手方法の違いはよくわかったわ。今回は巷でざわついている専用機パーツガチャについて触れてみました。大陸版と日本版のコストパフォーマンスは誰か頭のいい人を教えてください。ただファイナルギアがリリースされてまだ1週間足らず、今後どうなるのかまだまだ期待を持ってもいい時期だとは思います。とりあえず九条専用機はイベントで、ニアの方はピックアップガチャに余裕があれば回収したいところだね。今後の展開に期待しながら今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、あ、チャンネル登録お願いします。